はい、こんにちは、チャッチーです、今日はですね、F55、まあ、現行のミニですね、バッテリー交換の様子をお届けしたいなと思います。まあ、どんなことをやって、どういうふうに交換するかとかですね、やっていきたいなと思います。で、まあ、FKM ももう出て3年、4年経ってるんで、まあ、だんだんバッテリー交換の、ご用命も増えてきました。で、バッテリー上がっちゃうと、エンジンかかなくなったりとか、しちゃいますんで、まあ、定期的な点検と、まあ、必要であれば早めの交換がおすすめです。で、ちょっと早速交換していきたいなと思います。はい、でですね、まず交換する前に今現状バッテリーがどういう状態なのか、交換が必要なのかどうかですね、をちょっとチェックしていきます。で、チェックするのに使うのがこちらです。ミドトロニクスっていうメーカーのバッテリーチェッカーになります。で、これで、まあ、正確に、まあ、バッテリーの状態が分かるようになります。で、ちょっと早速つないじゃいます。で、バッテリー、まあ、F の場合だと、まあ、この部分ですね、プラスマイナスの端子出てますんで、そちらにつないで、まあ、バッテリーの、まあ、サイズだったりだとか種類を入力します。そうするとですね、ものの数秒で、テスト結果がプリントアウトされます。で、ちょっと見てみると、一応内容量800必要なところに対して、まあ、505しかないような状態ですね。で、もうバッテリー要交換、まあ、状態も、まあ、黒いバーグラフで表示されるんですけど、もうほとんどない状態です。なんで、まあ、この状態だともう交換が早急に必要です。で、 F の場合だと、まあ、現行のタイプの場合だと、まあ、バッテリー、交換するのにまずこのフロントカウルですね。で、あとはモール、まあ、これはまってるだけなんで、あとはまあバッテリーのカバーで、あとはこの手前のプラスチックのパーツ、この辺なんかを外していく必要があります。で、ちょっと早速分解しちゃいます。はい、先ほどのパーツを全部取り外した状態がこんな状態ですね。で、ようやくバッテリーに直接アクセスできるようになります。で、バッテリー自体はこの手前の13でシャワーですね、止まってるんで、そちらを外して交換になります。で、もちろんその場合はもうこの端子だったりとかっていうのを全部取り外します。はい、これでバッテリーが降りてる状態です。で、ここに新しいバッテリーを乗せていきます。で、一応こちらが取り外した積んであったバッテリーですね。で、表示をちょっと確認すると、まあ、AGM っていう特殊なタイプのバッテリーで、80アンペア。で、800cc っていうのが、これがコールドクランキングアンペアの略ですね。まあ、すごく、簡単に言うと中身の量的なものだと思ってもらっていいと思います。はい。なんで、一応もう、車の電装品だったりだとか、仕様でもうこれだけの量が必要だっていう、ものでこれが積んでありますんで、まあ、基本的には同じタイプの同じものに交換します。で、交換するのがこちらですね。バルタの、まあ、車外のバッテリーで、容量だったりアンペア数は同じ80アンペア 800cc のものですね。なんで、こちらのタイプに交換していきます。はい、組み上げた状態がこんな感じですね。なんで、まあ、しっかりはまってるかと、まあ、非常に重要な部分なんで、まあ、ターミナルもしっかり固定されてるかっていうのをよく確認します。で、まあ、あと、蓋をというか、まあ、カバーを元に戻しておしまいじゃないんです。はい。まあ、最近の車だと、一応、車のコンピューターが、まあ、バッテリーの状態を管理してたりだとか、してますんで、一応この後ですね、診断機をつないで、まあ、バッテリー交換の記録っていうのを行います。まあ、いついつ何キロで交換しましたよっていうのですね。で、あと、まあ、今回は同じサイズ、同じ容量のバッテリーに交換したんで、まあ、必要はないんですけれども、一応バッテリーサイズを変更したりだとか、まあ、あとバッテリーのタイプ、今回 AGM だったんですけれども、まあ、別のタイプ、まあ、戻すってことはないんですけど、まあ、通常のタイプから AGM のタイプに変えた場合なんかは、プログラミングが必要になりますんで、まあ、その辺をやっていきます。はい。
で交換後一応こんな感じで、ちょっと車のデータとか載ってるんで詳しくお見せできないんですけれども、まあ診断機をつないで、バッテリー交換の記録を行っています。で、まあ、バッテリーのサイズを変更した場合だったりだとか、まあ、あとバッテリーのタイプを変更した場合なんかはこれプラスプログラミングが必要になります。で、まあ、バッテリー交換すると、まあ時計がリセットされたりだとかパワーウィンドウがリセットされちゃう場合もあるんで、まあ、その場合は確認して、必要であれば再度設定も行っていきます。であとはアイドリングストップが、まあ、一時的に動かなくなるんですけれども、まあ、それは少し走っていただければまた作動するようになりますんで、まあ、安心して使っていただいて問題ありません。はい、そんなわけで今日は、現行の、FK のバッテリー交換の様子をお届けします。でまあ、僕が言うのもなんなんですけれども FK のバッテリー交換結構めんどくさいです。なんでぜひお任せください。で、まあ、点検は、まあ、最初にも申し上げたんですけれども、まあ、すぐできますので、まあ、お気軽にお声かけください。はい、そんなわけでツッチーがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。